るんだよお前。何やってんだよお前。おい何が震えるんだおら。おいおい。てめえこの野郎。見返しは何でめの。おいおら。おい。坂さん。坂さん。おいお前。坂さん。お前おら。おい。お前が今手出したよ先に。ちょっと待てこら。お前何やってんだよ。何やってんだよ。おめえから喧嘩来てやるかよ。おめえから喧嘩来てやるよ。どうしたらこんなのや。見た。見返しをだめな。手を出したんだよ。お前が言ったんだよ。お前何だと最後までやるよ。お前が言ったんだよ。何言ってんの。お前最後までやるよ。やるよ。おい。おい。いい加減にしろよ。おらおいおいおらおいおらおいおいどうしたこらおい。なんだお前、自分の唇噛んじゃってんのかお前。血出てちょっと使うろおい。おめえ、チンピラみたいなことやってんじゃねえぞって。なんだてめえ、お前今取ったよ。これがまともな人間の対応かよ。いや、あんたが今手出したろ。まず謝罪しろよ。今あんたが手出したろ。まずおめえが謝罪しろよ、こら。手出せと。おめえらから捕まってきたんだろ今。何言ってんだ。申し訳ありませんだろ。最初は違うかこら。何話してんだ。出すんだよ。ちょっとやめろ。お前らが突っ込むから悪いんだろうよ。神奈川県警もこれ逮捕しようよさっさと。おらお前さすがおらあおらなんだてめえおらはい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 。やるのかてめえ。お前ができんじゃないんだよおらおめえやる感じでお姉ちゃんにぐだぐだ言ってんじゃねえじゃんだよおら。今のも知ってたよ。私は今これ撮ってたんだ。今出したろよ。お前よ、散財人の村から掴んでよ。お前散財人の村から掴んでよ。喧嘩やるなら最後までやるって言ってたよ。こいつすごいよお前。最後までやる。おい、何やるのこんな野郎。お前一人でこい。お前のが先行ったんだよ。おい、さっそくぞ。おら迷惑をやってんのお前だよ。喧嘩打ったら一人囲まないで。そうだ、多分ね。この人は警察だよ。話私はあんたたちと話してることないじゃあ、だからこの間ね、女の子の子のそういう人は言ったよね。どれぞそういう何の子もあるおめえら以外にいないっつって。いや、だから何の子そんな電話してやってあんたね、僕でもやるんだよ。の時はカメラ収めて、電話してやってこっちも撮ってるからよ、プラグに撮ってくれこうやって言うんだけど、自分の時はカメラ撮っとけよ。わざわざそれに行ったの。そうだよ。なんでこうやって喧嘩してるわけ。だからおめえはうるせえ。あんたやりだいつさっき手出した。おめえらだろうよ。そうだ。違う。おめえだろうが。お前が今手出したから間に入ったんだよ。これがまともな人間の対応かって聞いてねえ。おめえだよ。なんかねえのはほらアホなこと言ってんじゃねえぞお前は。いい加減しろよ。お前だ、いい加減にすんのは。お前どこの誰だか知らねえけどよ。お前ちょっとお前一人で来い。おめえが来いこの野郎。どうすんのかお前ボケほら。はいはいじゃないけど、なんでこうやって使ってるの。おめえだろうかこの野郎。おい穏やかじゃないな、さっきからな。飛び入りよ。なんだおら、この野郎。飛び入りじゃねえかよ。飛び入りなんでそこまで出てくんだよ。ほらみっともなくお前飛び入りだぞ。おめえなんなんだよ。どうぞ二人で話したとこ、なんでお前が出てくんだそこで。おめえじゃあなんでくっちゃめてんだそこの野郎。なにあよしやるのかお前。やるのか。透明に入ったのかやるのかどっちなんだお前。ほらやってる捨ててるわこの野郎。何がこの野郎。さっさと向こう一回落ちてやるんだよ。おいおいおいこの野郎。いかにしろおめえら。おめえらから来てね、はい私触られましたってやるのかよ。だったら最初から来るんじゃねえよ。何言ってんだよ。触るな。喧嘩する気がなかったら帰る。さあ、進んだかもぞ。俺はする気がねえっつってんだよ。だったらごたごた人のことをね言わないの。おめえらもこっちのこと言わなきゃいいだろ。散々言ってるだろ。何を芝きたいなんて教えてくれよ。芝くんじゃなかったのか。あれ誰に対して言ってんの。芝くんじゃない。我々じゃないの。我々じゃないの。芝くんの君たちだよ。ほらも言ってんじゃないか。嘘ばっかり言うなよお前。お前のだアホ。おめえ散々したの胸ぐらつかんだよ。胸ぐらつかまりましたってまず言ったのか。喧嘩一つできないんだったら最初から来るな。喧嘩してんだったらおめえ差しで来いよ。お前二人でやんべえよ。じゃあよ全員来いし行くべえよ。お前待ってろ待ってろ待ってろ。お前警察に守られてるって分かってるか。お前だそれはよ。こいつらも来た。そもそもこいつはこれまず一年来たんだ。第1号これこいつ、こいつらが突っ込んできたよ。そう喧嘩になった。
ね、事情はね、ここにいるあんたたちの仲間が知ってる。グループなんですか。いや、この人たちはグループだ。この人は3人。あなたは1人。私一人だよ、うん、ちょっとあなたは一緒だよ、ね、あなたは一緒だよ、ね、あなたは一緒だよ、ね、あなたは一緒だよね。はい、この2人、これ最初に使ってたの、これ第1号、はい、我々目撃した、これ逃がしちゃダメよ、これ逃がしちゃダメ、これ逃がしちゃダメ、で、俺被害者ね、村からこいつに捕まるで、俺も掴んでるから、いかにしろ、てめえから喧嘩打ってきたの、喧嘩打ってきてお前だ、ほおめえから喧嘩打ってきたんじゃねえよ、ヘイトは吐き散らすんじゃねえよ、アホ。何言ってんの、分かんねえのか、言葉が、ヘイトは吐き散らすなって言ったの、アホ。何がヘイトだよ、おい、トレンチコートの人と皆さんはみんな同じグループなのか、おめえだよ、違う、これがまともな人間の顔かよ、お前の顔だ、お前がまずいなんだよ、お前が、まともな言葉を喋れ、アホが。少なくともね、あれはね、あれは何なんだ、あれは何なんだ、私も怒ってるんだ、言葉が荒くなって当たり前だろ、とっとロドリニーじゃねえか、一番事情分かるかって、彼当事者だからダメだよ、いいね、目撃者じゃない、当事者、彼当事者よ、目撃者じゃないからね、客観的なことは言えないよ、それだけ言っとくよ、いいですよ、おい、この貸し切ってたのは俺だ、はい、これが後から飛び交ったの、間に入ったの、間に入ったんじゃないよ、仲間だよ、こいつらの間違いない仲間だよ、間違いない仲間だよ、手は出してない、いいよ、口汚い言葉で動揺しなくてもあいつ、あの帽子を、かなり広いですよね、考えないことは。順番から言えば、そうです、帽子1番、これ2番、3番。これちょっと良くない、こっちは被害者だな。おい、この間芝木隊の指揮取ってたの誰だよ、電車が本日と詰まってんから、でも何でしょう。